我が町和歌山。今回は和歌山市中央卸売市場内に新しくオープンした総合食品センターと和歌山マルシェについてお届けします。和歌山市西浜にある和歌山市中央卸売市場は、国外や全国の産地から野菜や果物、水産物などを集め、競りなどにより公平で適正な値段を設定し、新鮮なうちに皆様のもとに食材を安定的にお届けする役割を担う施設です。昭和49年に開設してから45年以上にわたり市民の台所として利用されてきた現在の中央卸売市場は、施設の老朽化が進んでいます。このため耐震化対策や近年の情勢の変化への対応を行うとともに、市民や観光客に親しまれる市場を目指して現在市場全体の再整備を進めています。今よりもコンパクトで機能的な市場であると同時に、耐震性や防災機能も強化し、快適で安心安全な開かれた市場になることを目標にしています。総合食品センター棟はその第1号として、旧関連商品売り場棟を建て替えて誕生したものです。この施設の愛称は、今年4月から5月にかけて募集し、203件の応募の中から市内在住の大林康子さんが考案された和歌山マルシェに決定しました。関係者や専門業者など限られた方の利用に制限されていたこれまでの市場とは異なり、市民の皆様や観光客の方もお買い物や飲食ができるように整備し、市場ならではの活気ある雰囲気や新鮮な食をその場で楽しめる施設を目指しています。和歌山マルシェは海鮮丼や天ぷら、鉄板焼きなど新鮮な食材が楽しめる飲食店街と、食肉や水産加工品、自家野菜や漬物などを取り扱う専門店街の2つのエリアに分かれています。飲食店街には12店舗、専門店街には25店舗の合わせて37の店舗が集結。市場に集まる豊富な商品などのお買い物や、市場直結の新鮮な食材を生かしたお食事をお楽しみください。和歌山市中央卸売市場総合食品センター棟和歌山マルシェ、所在地、問い合わせ先、電話番号はご覧の通りです。営業時間は店舗や曜日によって異なりますが、営業開始は市場が動き始める時間に合わせ夜中の2時から。飲食店街はお昼が食べられる頃まで営業していますが、専門店街は早めに閉店します。和歌山マルシェを丸ごと楽しみたいときは早起きがおすすめです。新たな施設が続々オープンし、魅力を増す和歌山市。お出かけの際には新型コロナウイルス感染症を予防するため、日常生活の中に新しい生活様式を実践していきましょう。体調が優れないときは外出を控えましょう。これからの季節、新しい生活様式の実践とともに熱中症の予防にも気をつけましょう。屋外で人と十分な距離を確保できる場合はマスクを外す。マスクをつけているときは負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分に取った上で適宜マスクを外して休憩を取るなど心がけてください。こまめな水分補給や衣類選び、部屋の温度、湿度調整など従来の予防対策と合わせて熱中症を予防しましょう。和歌山市からのお知らせでした。